はい、お疲れ様です。元木チャンネルです。今日は後期2680年11月30日ですね。アンチコメントが来ました。おそらくは、某敵国側からですね。北海道を爆買いしている国というのがあるじゃないですか。多分あの国の方からだと思うんですけど、日本語ですね。爆買いしている、あの国も悪いんですけど、それ売る日本側が悪いんですね。それではパソコン見ていきましょう。はい、今日は11月30日ですね。朝午後5時、年寄りは朝早いですということで。で、これ、2018年3月23日、2年半前に上げた今日の早朝かな、アンチコメントしてくれた方いるんですけど、あれ、コメントアンチコメントでも、普通のコメントでも、コメント1回と、YouTube さんは認識してくれるんで、ないよりはあったかいいんですけど、で、おそらくは、この北海道が危ないのキーワードの関連ワードで、関連で来てくれたと思うんで、おそらくは敵側ですね。じゃあ、どういう動画っていうと、人と車両が衝突事故を起こすと、人が悪いっていう、帯広市、これ、動画で喋ってるんですけど、ぶつけられた方は日本人です。で、日本人に対して、明らかに、多分ぶつかってるんですよね、向こうが。いや、ちょっとコメント見てみますか。これ離れないとアップにしたらボケるんで、ちょっと、はい。白熊っていう可愛い名前、可愛いアイコンなんですけど、ひどいね、この人。お約束の根絶はないと。こっち。これですね、けどチャンネル登録48人、登録している人がいると、やっぱり変な人のチャンネル登録するんですよね。この動画アップした後に早速敵からコメントをいただきました。日本語で図星ってことですね。不愉快すぎたんで削除しましたが、この前にも来てたんですね。北海道が危ない。いい年して歩行者側は何してもいいっていうその思考、情けないとは思わないのかね。そのスキーを運営している側がそういうルールでやれっていうなら守るのが大人なんだよ。車だけが注意すればいいなんて、どれだけ自己中で幼稚な発言か理解してる？?この動画にグッドなんて一個もない、バッドしかない。これがいかに自己中なことを言っているかの世間の目だよ。しかし本当情けないね。左右も確認しないで道路を渡るなんて小学生未満がやることだ。グッドボタンもバッドボタンも何もリアクションないよりはバッドボタンがあった方が実はいいんですね。歩行者側も守らなきゃいけないんですけども、車側も、もちろん止まれと書いてあります。それらのこと全然書いてないですね。一方的に日本人が悪いという考えみたいです。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。これの前にアンチコメントを出す動画撮ったんですけど、ちょっとそれ、テロップとか作業やってなくて、これは多分出すと思います。多分バットボタンたくさんくれると思います。何もリアクションがないよりもバットボタンあった方がいいです。
敵側の方が、敵側の方見てますか？嫌だなと思った方は、バットボタン押してください。私が君を害するようなアンチコメントはいりませんが、普通の言葉程度のアンチコメントであれば、コメントも YouTube 側が一見と、認識しまして、視聴者の心を動かしているんだなと YouTube 側が認識しますんで、変な言葉でもいいんで、コメント内容量はあったかいです。ちなみに、あまりにもひどいアンチコメントは、YouTube 側で自動的に排除するんで、それはお気をつけてください。はい、今日もどうも最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。はい、先ほどのアンチコメント用の終了画面撮影に来ました。ちゃんと車は徐行って書いてありますからね、歩行者注意、車、道路側。で、あのポールが当たってるところが、クロスカントリースキーヤーが通過するところです。もちろんクロスカントリースキーヤーも左右安全確認しなくちゃいけないんですけど、もちろん、車は徐行しなくちゃいけません。では、これで終了画面といたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。